はかりやなち、22。小さい頃モデルやってたけど、芝居は未経験。今は足りてねえとこばっかだけど、頑張るんでよろしく。何気にスタイルいいよな。まあ俺の方が背が高くて万人受けする顔だけど。几帳面で生活能力高いし、面倒見もいいっすよね。顔怖いけど。あとイケボ、顔怖いけど。見た目に反して、人となりは案外まともですけどね。そもそも顔に一癖あるのは悪くないよな。役者やるんだし。薄い顔より役ありそう。ま、寮の番犬にちょうどいいのは間違いない。悪かったな、人相悪くて。なんだ、気にしているのか。言うほど気にしてねえけど。他人に言われまくるのとは別だろ。役者やろうと思ったきっかけは？好きな映画の制作ドキュメンタリー見て。映画本編じゃねえの？そのドキュメンタリー、オーディション映しててさ。同じ役同じセリフでも、役者が違うと全然違うんだって知って、グッときた。いつか、俺だからやれる役ってのが、一生に一つでもできたらかっけえだろ。案外ロマンティストだな。顔に似合わねえって言いたいんだろ、クソ。ちなみに、モデルの世界でその域を目指そうとは？もうちょいタッパがあったら考えたかもしんねえけど。まあまあね。あと、せっかく芸能界復帰すんだし、今度は長く続けたい。キッズモデルの時は、でかくなったら事務所を追い出されたからな。成長して怖い顔になったから？ちげえわ。つか、顔の話いちいち引っ張んな。